皆さん、こんにちは。芸能緊急サプライズチャンネルです。では、早速行ってみましょう。7月30日に藤井聡太王位が、東京都の、将棋会館、で行われた第71期アルソック杯王将戦二次予選で、石田なおひろ五段に勝利しました。午前10時から持ち時間各3時間で開始された対局では、 先手の藤井が相掛かりから攻め合いを選択し、午後4時54分、85手で解消しました。終局後の藤井王位は、相手から動いて来られた局面は手が広く、厳しくなると予想していました。切り合いに行って、少ない攻めこまで攻めていけるか、常に際どいと思っていました。自力のを生かせた、と、 コメントしましまた石田直弘五段は今回の対局についてこのようにコメント。愛がカリカリも角代わりもヤクラも全部刺されるので、どれが来るかわからなかったですけど。想定の一つではありました力戦系というか、構想が問われる将棋で。と続けて、後手番ですけど。 積極的に行こうと攻めていった感じですかね。組み合う展開もあるとは思ったんですけど、先手が結構、指せばいい形になっていく気がしたので、動けるなら動いてみたいなと思ったんですけど。と話すと、玉が薄いので、ちょっと無理気味というか、どうなのかわからなかったですね。中盤は結構、 お互いに手が広い局面が続くので、難しいのかな、と思ったんですけど、核を切って予算不なりでいいタイミングで踏み込まれてしまったかな、という感じですかね。その前にもうちょっとうまい手というか、我慢する手が必要だったかもしれません、と振り返っていた。現在大井 a 王戦とタイトル戦を掛け持ちしている藤井王位は初めて挑戦者決定リーグ入りを果たしています。4勝1敗同士の広瀬昭人八段と直接対決に敗戦し、タイトル戦初登場を逃しました。前期は初戦からハブ・吉原九段、豊島正幸竜王、長瀬拓也王座に3連敗したのが王引き、 初のリーグ陥落となっており、今季は二次予選からのスタートで、三枠ある超決リーグ入りを目標としています。これで二を決勝進出となり、次局は8月16日に大阪市、関西将棋会館、レイナバー・キラ八段と対戦が決定しています。今年6月の順位戦 B 級一組二回戦では敗戦していますが、 勝利すれば、の挑戦権を争うリーグに復帰となる中で、強敵ですが、思い切って指していければ、と意気込みを語りました。ここからは私の感想なのですが、藤井王位のコメントからいつもの勝ちパターンで勝利したことが十分読み取れます。藤井王位の将棋は、 自玉を相手玉よりも相対的に少しだけ安全な状態にしておくという形であり、好調をキープしていると感じました。以上となります。いかがだったでしょうかよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。